はい、こんにちは、藤吉敦です。看護師をしたり、アムウェイビジネスをしたり、報酬制度のある草サッカークラブインディビデュアルユナイテッド FC の立ち上げに取り組んだりしています。この動画配信では、僕自身の経験や勉強してきたことを発信することで、自分自身の学びを深めるとともに、副産物的に誰かの役に立ったらいいなと思って配信しています。本日のテーマは、デジタルが浮き彫りにすることというのテーマで話してみたいと思います。新型コロナウイルスの感染拡大に伴って、巷ではね、テレワークとか、外出自粛とか、非常にアナログなオフラインでのね、人とのつながりっていうのを今非常に遮断されていたりとか、遠くなっている、というのが、実情ですね。それに伴って僕らも、Zoom を使ったりとか、 Skype を使ったりとか、そういう形でオンラインでのコミュニケーションを非常に、重要視していて、今そういった形でいろんなビジネス活動であったりとか、打ち合わせ等を行っています。で、僕はこういう風な時代になる前からこんな感じで、YouTube で配信をするとかですね、そういったことをやってきたのもあって、最近非常にこうやはりそうだなと感じる部分は、こう何かオンラインでやり取りをするときにですね、やっぱりこの背景であったりとか、相手がどう自分を見るのか、相手からは相手の画面ではどう自分が見えるのかということを非常にこう気にするようになりましたし、よりですね、そして、一緒にズームする人の相手の背景であったり、その人のその明るさ、部屋の明るさとかですね、そういったもので非常にこう印象が大きく変わるなということを、僕自身も非常にこう体験してですね、デジタルなものでコミュニケーションを図ろうとした時に、その相手の主観を想像して、どう映っているのかということを気にするようになりました。で、こういったね、配信は実際に自分がどうやって映っているのかを確認しながら配信するのでいいんですけれども、Zoom とか Skype も自分の顔がね、見えながら相手の顔を見ながらっていう風に会話するだろうと思うんですけれども、常にね、こう自分の映っているこの画角で、これが横向きがいいのかとか、あるいは縦向きがいいのかとかですね、どういったものを見せたいから、じゃあ縦向きにしよう、横向きにしようっていうような、その意図的にちゃんと、設定をしなくてはいけないっていうのが、このオンラインでのコミュニケーションの特徴ですね。ですけども、その相手が自分をどう見るのかとか、どんな風に見せたいのかによって、どんな風な例えば髪型だったりとか、女性であればお化粧だったり、男性でもスキンケアであったりとか、服装であったり、あるいは人と会うにしても、どういった場所がいいのか、どういった雰囲気、お店の中でもどの席に座るのか、通路側に座るのか、壁側に座るのか、そういったことと、このズームデジタルでの、そういった背景を気にするっていうのは、基本的には同じことだと思っていて、デジタルだから気をつけなきゃいけなかったことって、実は、アナログオフラインでももともと気をつけなくちゃいけなかったっていうようなことがたくさんあるなっていうのが、デジタルが浮き彫りにしていることだと思ってるんです。で、例えばその他の話でも、テレワーク、リモートワークというのが今進んでいますけれども、これによって、僕は成果主義が加速すると思うんですね。日本はメンバーシップ型といって、とにかく人を集めて、そしてそのなんか同じ釜の飯っていう表現もありますけど、みんな仲間だよねっていう感じで、多少サボっていたりとか、成果が あまり芳しくなかったとしても仲間だからっていう感じだったり、仕事はできないけどムードメーカー的な人がいたり、そういったことがなんかこう認められるというか、そういう風な職場作りがあったと思います。なので、みんな頑張ってるのに自分の仕事が終わったからって先に帰るのかよみたいなのもあったり、自分が先に仕事終わったから他の人の手伝おうっていうような職場風土っていうのは、日本には特有だと、特にね、あるんじゃないかなと思います。で、海外はジョブ型といって、自分の仕事を終わらせれば早く帰ろうと誰も文句言わない、その仕事を任されているのであって、その仲間っていう感覚ではなく、その仕事をしてほしいっていうね、ジョブ型っていうのが、メインなんだそうです。で、その違いはね、一長一短それぞれあると思うんですけれども、このリモートワークとかテレワークっていうような、この働き方、オンラインになると、やはり、ムードメーカー的な存在よりは、やはり、成果を上げていくような人が重宝されるような傾向は加速すると思います。しかしそれは、同じですね、アナログでもオフラインだったとしても、常日頃から、
なんか昔頑張ったかもしれないけれども今はあんまり活躍してないよねっていうような、例えば自分の先輩だったり上司だったりに対しての若い人たちの不満とかはやはりこう噴出しているような嫌いもありますし、その成果を上げないとやはり自分が今までやってたキャリアも認めてもらえないとかそれでなんとかなるってわけじゃないって焦っているような方も多いと思いますし、若い人はとにかく成果を上げたい、なんとなく仲間意識で会社に入るではなくって、自分の成長、会社の成長、自分のキャリアっていうようなところに注意、集中してね、会社を選んでたりとか仕事に取り組むっていうような人も、すごく増えてきてると思うので、このリモートワークとかテレワークって言われるような働き方はすごくこうね成果主義を助長したり加速させるような気がします。でもこれももともとアナログオフラインで重要視されてはいたポイントですね。あとは教育現場に言うと今学校は休校中ですね、入学したのに学校に行けないでいるっていうような子どもたちがたくさんいますけれども、塾が筆頭ですが、あの私立の学校なんかはオンライン授業に切り替えて、タブレットであったりそういったもので、子どもたちに教育をね、授業を施そうっていうふうに提供しようっていうふうにやってると思うんですけれども、ってなってくると授業は学校行かなくても受けられるんだっていうのがもう証明されてるんですよね。環境さえ整えれば学校に行かずともその学校教育で教えていることは施せるんだってことになっちゃったんですよね。その5教科の勉強であったりとかはもう十分だよねってことになるわけですよ。ってなるとこの自粛が解除になったりとか、緊急事態宣言が解除になってみんなが学校に行けるってなった時にこれ問われると思うんですよ。教育現場は学校教育をオンラインじゃなくオフラインでできるようになったからってオンラインでできるなら行く意味なくね、どこにそこのその肌身目の前でいるっていうことに価値を見出すかっていうと、やっぱり会って話すことの価値、会って伝えることの価値、オンラインでは伝えにくい部分の価値を学校や教育現場が提供できないとオフラインの価値が付加価値がないってことになるともうオンラインでいいので、ってなってくるとすごく上手に授業をする先生の、その動画をみんなが見ればいいってことになりますから、一人の先生が優秀な先生、授業がね優秀な先生がたくさんの生徒を抱えることができちゃうんですね。これは予備校であるサテライン授業っていう形ですね。でもじゃあ予備校のそのサテライトオンライン授業では得られないオフラインのそのアナログな教育現場だからこそできる、教えをこれから先学校現場、教員の方々、教育者と呼ばれる人たちには求められると思います。でもそれだってもともとオフラインやアナログな状況ででも本来求められるべき話だったし、求められていると思います。だから、デジタルが浮き彫りにすることってそもそもアナログでも相当重要視されていたけれども、緊急性がちょっと低いとみなされてきたこと、そこにアナログの生きる道だったり求められることが強調されてくるなと感じています。他にもたくさんね例を挙げられるんですけれども、今この状況で、オンラインでしかできないよねとか、こういう状況の中でじゃあオフラインね、アナログな関係性、アナログなコミュニケーション、アナログな現場であなたが提供できるのはオンラインではできない特有なものなのか、それを見つめ直すいいチャンスだなと思っています。僕自身も、僕じゃなきゃできない、オンラインではできない、そういったものを模索しながら日々、仲間とねいろんなことを話し合ってビジネスそして人生を前に進めていけるように、取り組んでいます。ですので皆さんも一緒にね、知恵を出し合いながら、協力し合いながら、より良くなっていけるようなね、人間関係、そういったコミュニティをぜひ一緒に作っていきましょう。ということで、今日の話がね少しためになったなとか、良かったなって思っていただけたなら、チャンネル登録、高評価、そしてコメントなどいただけると励みになります。皆さんの一日がね本当に過去最高の一日になることを願っています。藤吉淳でした。それではまた。